はい、皆さんこんばんは。第338回しゃべくりマッシュルの時間がやってまいりました。今日のパーソナリティを務めさせていただきます栗林と申します。よろしくお願いいたします。外は今日あいにく雨ですが、お城の桜を見ますと満開で、この週末には、お花見に出られる方も多いのではないでしょうか。今日はゲストとして日々地域の医療と健康を守ってくださっている長野マッシュル総合病院の、現名誉統括院長であられる、秋月翔先生をお招きしております。本題に入ります前に、まずちょっとこの音楽を聴いてほしいと思います。この音楽はですね、3年前の2014年ですか、こちら秋月先生が、流しながらでいいです。はい、沖縄で開かれました、第44回日本人工関数学会で先生が作られたオープニングミュージックです。美しいということで大変評判になったものです。はい、ちょっと市外で善光寺が出てこなかったんですけど、本当はですね、善光寺を背景に白い鳩が、長野善光寺から沖縄の青い空に向かって羽ばたくっていう、まあそういうところなんですけれども、はい、では改めてご紹介させていただきます。こちらにいらっしゃるのは、現、新潟、あ、すいません、長野マッシュル総合病院の現名誉統括院長であり、かつ、人工関節センター長をしていらっしゃる、秋月翔先生です。先生、今日はお忙しい中おいただきまして本当にありがとうございます。皆さんこんばんは、秋月です。よろしくお願いします。はい、先生、まず、ですね、先生とその真っ白病院の関係ということで、まず真っ白の、に関わるような事故がありましたら、ちょっとご説明したいと思います。はい、皆さんご覧のところがですね、これは手塚治虫の漫画日だまりの木という中で、死闘をしている図です。漫画です。松代はですね、大阪の敵塾というものを開きました尾形光庵先生ですね。その人が首都を広めた時に、一番早く、東日本で一番早く、首都をしたところなんです。これは大阪大学の医学部の博物館の中に、次の、はい、地図がありますけれども、このような地図がありまして、私はそこで見てきましたよ。そこに松代というふうに書いてあった。ああ、これは松代は佐久間象山先生いられただけに、医学の方でも西洋医学の先行を切ったところだなと大変誇りに思い写真に撮ってきたのであります。そうですね、私も、佐久間象山がこのようにその医学の方にも、深く関係していて、こういう初めて信州にこういうことを広めたってことは存じ上げませんでした。はい、それでは次にですね、先生、1952年に、真っ白病院は開設されたわけですけど、そのあたりのちょっと流れを、写真を見ながら考えていきたいと思うんですけれども、はいはい、これは、1952年の、開設当時の写真なんですが、この写真を見ていかが思われますでしょうか。いやー、今の姿とは全然違いますね。そうですね。それでもやはり、はい、昔のそこに止まってる車を見ますと、はいはい、あ、こういう時代もあったんだなというふうに思います。そうですね、はいはい、それからですね、徐々に進化しまして、1970年には、整備事業によって大きな病院になっています。また1986年には秋月先生はアメリカから留学を終えて、新大の 寺山先生ですかね、はい、生理学教授から、はい、この地に赴いて人工関節を発展させようという目を受けて、こちらの病院に赴任されたとのことです。そしてですね、名前も87年にはいろんな科ができまして、真っ白総合病院と改称されております。そしてその改称されたのを機にですね、やはり真っ白、長野真っ白総合病院も一つの
アイデンティティ、コーポレートアイデンティティを作らなければいけないというので、エンブレムが、公募されたんですけど、秋吉先生が考案されたこのエンブレムが採用されています。先生、このエンブレムに秘めた、込めた先生の思いはどんなところにあるんでしょうか。はい、これはですね、真ん中を見ますと天使が2人、医療のシンボルである十字を支えている形、これはパッと見ますとですね、M に見えますね、松代の M です、メディシンの M です。それをですね、下にQ は英語で Q はリサーチケアと書いてあります。これは医学医療にとって大変重要な癒すということと治すということ、しかもそれを発展させるためには研究が必要だと、このような志でやっていこうということを込めたマークであります。あ、そうですね。はい、先生、ちょっとこちら のエンブレム見てほしいんですけど、これよく病院で見かけるんですけど、はい、これはどんな、これは救急をどんどん充実させようということで、救急医療のシンボルは、蛇です。あ、これ蛇なんですね。そこに杖のとこに蛇が変わりまして、はい、松代の M、 それにジェネラルホスピタルの GH というものを加えたものです。そういえばよく病院の屋上を見ますと、屋上のところにネオンのついたシンボルマークがあるんですけど、そういえば片面はこちら、片面はこちらがなってますので、皆さんももしよかったら気をつけてみてくださいね。それでは次の写真に行きたいと思いますけど、その後1993年になりまして、秋津先生は副院長に昇格され、ますます、松代病院の一世を築いていくということで、ですね、そして、20世紀の初頭から、21世紀にかけて新しい病院が必要ということで、21世紀新病院構想を、作り上げております。そして、ですね、何年か前から始まりまして、まだ現代も続いているそうですけど、ここ10年ほどかけて新しい病院が出来上がっている。ちょっとこれを見ますとですね、これ、長野県で最も早くできた免震構造の7階建ての建物です。地震が来ても崩れない、中は大丈夫だということで、そこにですね、全部こういう、ダンパーその他で支えるようになった。これは非常に斬新なのかな。またその屋上にはヘリポートあります。これも病院の屋上ヘリポートは長野県で初めて、はい、ここにちょっとヘリポートが、はい、そうなんです。長野でドクターヘリが見えますね。初めてってことなんですね。はい、それであとちょっと病院の便り見ますと、たとえ地震とかがあって地域が孤立しても3日間の備蓄が全ての領域においてあるというのを聞いてますけども、はい、そうなんでしょうか。直下型地震というのが起きそうだというふうに言われておりまして、これは災害っていうのは予期しない時に起きます。そういうような時に自分らのビジネスがですね、ビジネス、我々のビジネスは医療を継続させるためには備蓄品が必要だということを念頭において、ずっとですね、今ここにある、そうですね、ここが救急棟という形で全部作ってきております。はい、そうやって万全の備えをして新しい長野松代総務病院が着々とほとんど今完成していると思うんですけど、より完璧な姿になりつつあるというのが現状だということですね。はい、そういうことで、1952年に開設された長野松代総務病院、松代病院から今日見る長野松代総務病院への変換をご理解していただいたのではないかと思います。次にですね、後半はですね、前半は長野松代総合病院のハードの面を説明していただきましたので、ソフトの面、理念とか信念、アイデア、ビジョンをご説明していただきたいと思います。ちょっとこちらのフリップ見ていたんですけど、それですね、僕ちょっと遊び心でこんなことを考えました。日米の比較なんですけど、共通項がある2つの項目を選びました。1つは病院に関してなんですけども、こちらはアメリカ、アメリカっていうと、アメリカの病院っていうと一番有名なものがアメリカマサチューセッツ総合病院です。英語ではマサチューセッツジェネラルホスピタルです。でこちらは我が愛する長野松代総合病院なんですけど、この、英語名は長野松代ジェネラルホスピタルで、ともにですね、このイニシャルネームが MGH なんですね。そして、長野松代病院の方は N が呼びについているということなんですが、このあたりちょっとご説明願いします。はい、職員が誇りを持ってですね、自分らの仕事にできるようにということで、ずいぶん小さい MGH ですけど、ボストンに並んでやっていけるようにと
いうようなつもりでつけました。そこに長野の N というものをつけまして、これは略称として常に使っております。だいぶ浸透してきたかなと自分では思っておりますけれども。そうですね、はい、で僕なんかこれを見ますとね、 New MGH Next MGH ってことで、今後のますますの発展を示唆している言葉じゃないかと思いますね。カタンに参りますと、ちょっと2人の人物を挙げたんですけども、どんな共通点があるかと言いますと、こちらアップルの CEO スティーブ・ジョブです。そしてこちらは今日お招きしたアクシス先生。いや、今初めて見ましたけどちょっと比較される相手がすごすぎて大変穴があったら入りたいような感じですけれども、2人とも卓越したその信念と行動力とビジョンをお持ちの方で、まあ、そういう点に関して共通点があるということで、ちょっと挙げさせていただきました。それですね、そういうことで松先生、こちらの病院の一番大切なその理念っていうのをこの表に表れてないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。職員にとっては次の世代へというのが一番重要だと思います。これは常にですね、自分らのやってることはまだ完成してないんだと、苦しいこともあるけれども一歩一歩やっていけば次の世代にはもう少しいいものを残してあげられるんじゃないかと、そういうようなことに、考えて今のやってることをですね、これは大変だとかなんとかだとかいうネガティブに考えずにポジティブにものを考えようということで、次の世代へと、そういうことなんですね、いうことを作っております、はい、わかりました。ちょっとそのあたり少しちょっと詳しくこちらのこうちょっとフリップを見てご説明したいと思うんですけど、ですね、病院であると見ますとキーワードがいくつかこうちょっと気づくんですけど、まず二次世紀病院構想の中では、ちょっと字間違ってるけど、たゆまない変革をとか、臨床と教育の力、60周年記念誌にはこれ一つに未来に向けて、中庭パティオの、オブジェには癒しのプレリュードとは書いてあるんです。またもう一枚、二枚目ちょっとしますね。あと IC コーポレート、先ほど見ましたけれども、ここには地域遠方から来るお客様の皆さんに当病院の医療内容を良く知っていただきたいとか、病院であり2016年の新年を迎えての秋津先生の、お言葉には、真っ白を風光明媚、落ち着いた環境、恵まれた医療の憧れ地として広く今後していってもらおうということがあります。先生、このあたりちょっといかがでしょうか。はい、ですね、我々のところの病院というものはこういう町にありますからですね、やっぱり風格一つ、それから実力、これをきちんと備えたものにしたいと思っております。また人口その他は限られておりますし、やっぱり静かなところって逆に言いますと人が集まりにくいところなんですね。人の集まりにくいところ、すなわち静かなところ、だから逆転の発想でですね、そういうところで病気を治すということが非常にいいことじゃないかというふうに思っております。我々の病院はナンバーワンを目指すよりもオンリーワンを目指そうということがあることか、オンリーワンの病院、皆さんになってはならないオンリーワンの病院にしようと。それからもう一つですね、この松代温泉というのがありますね。これは私の患者さんで、草津温泉のですね、大きい旅館のご主人がいました。来て入りまして、これはドイツのバーデンバーデンという温泉にも匹敵する素晴らしい温泉だという。もう少しですね、これを生かしていきますと、はいはい、温泉、それから古い町並みの歴史の町、はいはい、それから静かな癒しの空間、はい、こういうことで町の再発展ですね、はい、見直しにまたつながるんじゃないかと。そうですね、そういう先生の思いが病院の中にも随所に見られています。ちょっとここで写真見ていただきたいんですが、これは病院の中に患者さん来られる、来る患者さんに憩いの場を与えようということで作られているんですが、屋上には屋上庭園がありまして、このように美しい日本庭園があって、周囲の山々を望むことができます。またですね、中庭はパティオって言いますけど、癒しのプレリュートがありまして、このような、先生ちょっとじゃあ先生のお聞かせください。癒しのためにはですね、風と太陽と空が必要だっていうんですね。この3つをやっぱり病気の時には必要だと。それから最終的にいろいろなことを考えるのは一人なんだと、自分で考えなくちゃいけないという時、それを三つとも揃えたものが屋上庭園。そういうことなんですね。それで囲いを全部作ってあります、はい、ということは自分一人で誰にも、邪魔をされずに物を考えてゆっくりとやっていこう、はい、
というような、はい、それが一番の根本のコンセプトです。あ、そうですか、はい、まあ、そういうことなんですね。ちょっと時間も終わりに近づいてまいりましたので、ちょっとじゃあまとめさせていただきますけど、はい、皆さん、そういうことで今日はですね、長沼市総合病院のハードの面、そしてそれを支えるソフトの面を秋津先生にも直接お聞きしました。近くて遠い長沼市総合病院、そして、前、今の名誉総括委員長秋津先生にも遠い存在でありますけど、このお話を聞いて身近なものに感じられるようになったのではないでしょうか。先生、今日は本当に大変ありがとうございました。最後、はい、一言ありましたら、はい、意外と知られていない松代病院と思います。特に町の人にはですね、もう一度見直してもらって、みんなで、育て上げて、この町と一体となって発展させていきたいと、そのように思っております。そうですね、ちょっと30秒ほどありますので、ちょっと先生、このあたりのご説明を。はい、これはですね、加藤線の電車ですね、もうなくなってしまったということで、バス一番、これバスのことで、町の中を一つこういうバスをラップして走らせてやろうじゃないかということで、皆さんに一番身近なも存在としてなって、またデザインもですね、この非常に春夏秋四季の病院の風景を作っておりますので、パッと気づくと今日は何色にあっただろう、ピンク色にあれば非常にですね、そうですね、幸せになるとかですね、はい、そういうような感じで見ていただけると幸いです。そうですね、はい、皆様ですので、ぜひ街を歩いていましたら、バスが通ったら、ちょっとこのラッピングバスの美しさに堪能していただけたらと思います。そうしましたら、ちょっとお時間も来たんですが、ここでちょっと1分ほど時間をお借りしまして、まあ、ちょっと僕の方から、病院職員の方の代わりに、ちょっと長沼市を総合病院でしているチャリティーバッグのことについてちょっとお話したいと思います。よろしいでしょうか。はい、ちょっとこちら見てくださいますかね。ですね、この、屋上庭園とかパティオ、こういうのはやはりこう運営費っていうんですかね、ランニングコストがかかるんですね。ということで、今長沼市総合病院では、この、人口関数学会で使われましたこのバッグっていうのをチャリティーバッグとして1つ500円で売っております。そして今ちょっとそこにあるんですけど、すごく使いやすいですね。丈夫であって、手にも持てるし、肩にも稼げるということで、大変僕も重宝して、うちの娘も2つ買いました。ということで、皆さん、もし松代病院訪ねましたら、売店の横に売ってますので、購入されてみたらいかがでしょうか。はい、じゃあ、ということで、先生、どうも今日は大変お世話しながら、ありがとうございました。来ていただきました。ありがとうございました。また再来司会で申し訳ありません。ちょっとじゃあ、それ見せておきます。はい、じゃあ、そういうことで、先生、どうも今日はありがとうございました。皆さん、どうもありがとうございました。失礼いたします。はい、ありがとうございました。先ほど栗橋さんおっしゃってたね、これ、バッグですね。これちょっと見本で、町歩きセンターにもちょっと置くようにしたり、まあ、病院の方にも売店で売ってるっていう方なんですが、やっぱり枚数的にですね、ちょっと少ないっていうので、お早めにお買い求めいただければありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、お知らせっていう形でですね、今日は宮坂代表がちょっと今日お休みなので、私を一人でやらさせていただきます。4月の20日ですね、今週の20日木曜日なんですが、自転車で巡る春の城下町っていう形でですね、松代の町の中をですね、回るような形でやっております。松代駅集合という形でですね、やっておりますので、ぜひご参加いただければありがたいなというふうに思います。よろしくお願いします。引き続いてですね、来週のしゃべくり松代ですけれども、私がパーソナリティでやりますけれども、寺町商家でですね、松代の画家ですね、鶴田智也さん、この方がですね、まあ、20周年
ですね、あの画家になってからっていう形でね、画集をねちょっと作りました。それのお話、それからですね、まあ、あの寺町商家でねこの画集を含めて、展示会をするという形ですのでね、5月1日から行います。これもぜひまたあの皆さんに参加していただければありがたいなというふうに思うんですけれど、あのそういったお話をですね来週はお聞きしたいなというふうに思います。それでは、来週ですね、しゃべくりまっしろ、よろしくお願いいたします。